っていう感じね。あ、そう。キッス FM がお送りしている地球大使藤原道博、10月の5日と12日はね、和気清丸公ゆかりの地を訪ねるシリーズで、今日は京都の護王神社に来ましたね。ここはね、大使の、そう、清丸公さんがね、はい、あの出身地が大都会と一緒なんですわ、はい、和気郡吉永町とか和気町とかね、はい、そういったところなんですよ、はい、だからもうずっとこの20何年間お参りさせていただいてます、はい、そしてこのね、はい、お話を伺うのは護王神社宮司の、分野高俊さんです。よろしくお願いします。じゃあ聞きたいこといっぱいあるんじゃないでしょうか、はい、今日はちょっとね、改めて優勝からね、はい、お聞きしたいと思いますので、はい、はい、よろしくお願いします。護王神社の御祭神は、和気の清丸公と和気の広虫姫、それから、その随身というか、その助けたというか、藤原の桃川と道の豊永と、こう 4神がお祭りされてるわけなんですね。でその4神の中で、その和気の清丸公の話をするにはやはり、その夢の道教という層をのことをお話しせんといけません。で神号慶運3年といいますから、その年に793年なんですけど、その年に湯気の道教が、我をして、天皇にならしめれば天下太平ならんという、ことを言うわけですね。でそれを、まあ民間から、天皇になったことは今だあんまりないということで、いろんな、家来たちが、そらそんなことはあってはならんとというようなことで、その、聖徳天皇さんの時に、夢枕に、こうその話が出てくるわけなんですけどね。でそうしたら、広虫さんが、大使に任命されたんですけど、それけど、女の足ではなかなか九州まで行くの大変だからということで、それで、まあ、弟の和気の清丸公がご用命になるわけですね。でその和気の清丸公が代わりに、行くわけなんですね。で、その画策をしている、湯気の清度と、から菅野の朝丸というのか、それから、湯気の道教の清度ですね、そして、大御和田丸というその3つの人が、同居をして天皇にならしめれば天下太平ならんということを言うわけなんですね。でまあそのことが、本当かどうかということで、大分の宇佐神宮へお参りをして、それで、そのことを聞いて、神前にお参りしてひれ伏してすると、また同じことを同居をして天皇にならしめれば天下太平ならんという話が出る。その真意は、もう一度真意をお聞かせくださいと、本当の気持ちをつけると、そしたら身の丈三条といいますか、9メーターの光り輝いた狼さんが現れて、我が国は開拓以来君臣の分定まれり、真を持って君となること今だかってあらざるなり、天津棺は校長を建てよう、無道の者は速やかに配送すべしという、ご神託が出るわけですね。それそのご神託を受けて、都へ奈良へ帰ってきて、そのことを聖徳天皇さんに、まあお話をすると、そうすると道教は怒り狂って、それから、和気の清丸公の夜頃の筋っていいますから、足の膝の裏ぐらいの筋を2つとも切ってしまって、それから、九州へ、島流しに、大隅の国へ流すわけ、鹿児島へ、流すわけですね。でその鹿児島へ流した時に万世一系の天皇家を守れたということで、もう一度お礼参りに行くわけですね。ところが道教は怒り狂ってますから、なんとかして
刺客を差し向けて殺そうとするわけなんですけど、九州の下戸田村へというところへ着いた時に、300頭のイノシシが現れて、まあ道案内をする、もう一度宇佐神宮へお参りする時に300頭のイノシシが現れて、まあ道案内エスコートするわけなんですね。で、それで無事にお参りをして、報告をした時にはまあ、足も腰も立って無事に、大隅の国の流刑の地へ着かれたという、そういうことから、まあ足腰の神さんというふうに言われてるわけなんですね。でまあ、その足の筋を切られたのが治った、まあ、現代の国ではそれは長い期間かかったら3ヶ月か4ヶ月かかってするともうそれはまあ治るかも分かりませんけど、それはやっぱり神さんのおかげで治りましたよというようにして、まあ最近では足腰の神さんというふうにまあ言われるようになったわけなんですね。はい、これはマラソンとかそんな時にこうお参りされる方がいらっしゃるんですよね。京都女子駅伝の時はね、ずっとこうこちらお参りしてます。私の頃ちょうどお参りしてますんでね。うん、はい。それから1月のあの時にはね、はい、1月のマラソン、フルマラソンなんかでもたくさんの人がお参りになりますしね。はい、でまあもちろん選手がお守りを買って、まあもうだいぶ前になりますけど、九州の諫早高校が優勝した時にはそのお守りを持って、万歳ってこうスッと入られた時に、ここにバッとお守りがついてた時は私も感激をしましたですね。ああそういうこともあるんだなと。まあ各地で、まあ、神社があって、そういうお守りを買ってやりたいというか、やっぱり精神の統一というかね、団結というか、そういうことがね大切なこともありますからね。そういうようなことでやはり、まあ、足腰の神様最近ではね、本当に郷神社京都御所の西にあるということで本当にたくさんの人がお参りいただくようになりましたですけどね。はい、でまあもちろん御所の一般公開がありますからね、いつかとか今回は何かありますけど11月なんですけど、はい、でやっぱり一般公開の時にはたくさん、まあ、20万とか40万とか言ってる方がついでに前にというか遠方から来るからお参りしようかと言ってお参りしていただく方がありますけどね。はい、で大使この大事なことはこの僕これ本番で初めて知ったんですが、この和気清丸公という方はこの京都の都をその辺は、はい、それはね、まず摂津のね、はい、大臣で今の知事さんですかね、はい、大阪近畿のね、はい、その知事さんの時に地産地水でね、神崎運河とかね、はい、阿倍野の方の大和川を、はい、この運河で、はい、切り開いて、はい、洪水にならないようにするとか、はい、いうことをいろいろやってらっしゃる、はい、そういった段階があって、それからこの京都でも町づくり、今で言ったら都市づくりですね、はい、この基本があるんですよ。これを和気清丸公が活躍されてる、そこら辺はちょっとご了承。それはその奈良長岡京から平安京になったわけですよね、はい、で平安京の時にその湯気の道教が、失脚して、下杉の国、栃木県の方へ流されるわけですね。でその時に、平安京が亡くよう思いす平安京ですからね、90年ですかね。でその時に、桓武天皇が、この和気の清丸公と共に花鳥山へ上がって、ここら辺に、こう都があるといいなということで、わけの清丸公がそれとなく進言をされるわけで、京都市を京都を作るというか、建設大臣、まあいう造具大夫という
当時では造具太夫という役職で、京都の、都づくりをされるわけです。で、都づくりに貢献されたのは脇の清丸公なんですね、はいはい、で、まあ、治山治水はもちろんのこと、そういうことは やっておられるわけですよね、はい、そういうことに精通されてたわけですよね、はい。あとこの本番でもき、ね、あのちょろっと触れましたけど、このお姉様の方もご興味が。そうそう、お姉さんはね、今でこそそのいろいろ子供さんの育児とかなんとかなりますけど、はい、元祖的な方なんですわ。はい、ヒロムシンですね。そうですね、まあ、今でいう幼稚園保育園の走りっていうんでしょうかね、わけのヒロムシ姫さんは、この自分の、83人の、孤児を平上げてって言ったなんですけど、うんうん、育てて、自分のカツラギの帯とというところへお嫁に行かれるわけですからね、その名前を与えて、それで83人の孤児を拾い上げて育てて、まあ生に刺されたわけですけどね、その自分がこう何ですか、流された時に、そのいろんな育ててもらった子どもたちが自分で取れた柿とか、まあ、いろんなものをその仕送りされたっていうかね、そういうふうな由緒もあるんですね、はい、ここは大変ご尊敬されてるところですよね、うん、これはね、やはりそこの日本人でね、もう全てその心があった平和なの、はい、そういったのがこちらにあるとお姉さんがね、はい、それでお姉さんの中歌も作られてるんですね。ああ、それはね、ごめんなさい、はい、こういうあれがありましてね、はい、出しちゃったよかったけど、ああ忘れてましたね、忘れてました、まあ、ここがまあライブなところでまだ出てきて、はい、まあ、これ表紙見せてこれいただくだけで、はいはい、まあ、これはそうなんですけど、こうしてここにありますね、草を枕に捨てられし緑をそっと抱き上げ、愛しき者に安かれと歯を組み玉石姫とうとうで、83人のみなし子を姫は一手に引き受けて、我が日の本の国ために、育てたまいし尊さよ、で育ての神の広主と御王の宮に祀られし、姫の勲し忍びつつ指導の鏡と青がなんていう、この、歌詞がね、はい、淡路さんという人がなさってたんですよ、はい、でそれを私が作曲をさせてもらって、ちょっとこの歌をつけたんです、はい、それがこの CD で、はい、できたんですけど、ね、あ、そうです、まあ、こういうふうなお姉さんのこう思いを今伝えてるということです ね、歌を使ってね、はい、まあ、ヒロムシ姫聖徳家ということで、はい、ヒロムさんの功績っていうかね、はい、それがこれこの歌でちょっとよくわかると思うんですけどね、はい、いや、こんなのもね、僕ら知らなかったから、やっぱ知らしていかないといけないですよね。日本のね、セクジーの元祖みたいな方なんですよ、はい、で今その、ね、子供の虐待とかいろいろありますからね、はい、ああいう問題がね、一つこの精神から直していかなきゃと思うんですよね。それ一番、まあ、大事の伝えたいこと、ね、やっぱり日本人は素晴らしいなと、その原点はこのお姉さんのようなね、はい、心が一番いいんじゃないかなと思ってますね。はい、さて最後に、まあ、これ一つ、はい、知ってしますから、はい、一回聞いてください、ね、この歌を聞いてもらった方がもう一つ映画もない、はい、よろしくお願いします。じゃあこれ最後にこの本番で取り上げられなかったけど、これ絶対やっときた場所が、うん、ここはまあこの神社というのは昔はお札になってたと。そうですね、はい、これすごいなと思って、相当長い間これ十円札ですか。そうですね、この明治32年からですからね、できてるのがちょっといろいろなこのお札の脇の清丸公はあるんですけど、裏にこのイノシシが書いてるというところがね、はい、で、まあ、これももう一つ古い文ですと、これ縁に
このイノシシが飛んでるんですよ。そこまで分からないですね。でもう一つこれはまあ訳の清丸本なんですけど、はい、社殿があるでしょ、はい、で古いお札はもう一つこれ社殿にあのイノシシがこれ両脇にイノシシがある、これも、はい、もう明治32年からずっとあるわけですよね、これ、はい、あのお札の時から、はい、まあその明治19年できたお宮ですから、はい、でまあやっぱりあのそれだけお札があのまあうちが立つというぐらいあの値打ちがあったということですよね、はい、まあそういうなのがあの残ってますので、まあ今お札も高いですけど、はい、でそういうような貴重なのが、まあ、残ってるということが、ね、まあ、ありがたいことですけどね、はい、まあ、それだけ値打ちのあるお宮さんということなんですよね。そうですね、まあまあその普通駒犬とか駒ね、うさぎとかいろんなのがありますけど、この神社はやっぱりあイノシシが両サイドに退治してるわというふうに言われますから ね普通狛犬ですもんね、イノシシがこう守ってるの。そうですよね、面白い、まあ、なかなかそれがまあユニークな、はい、ところでもあり、やっぱり12年に一遍ですけど、はい、イノシシ年には、はい、たくさんの人がお参りになるわけですよね、はい、まあそれが12年に一遍ではいけませんし、ね、今ではまあ、今言う足の腰の神様になってますから、はいはい、まあ、そう言わんでも、まあ、たくさんの方がね、はい、お参りいただくようになりましたけどね、はい、でまあ、陸上競技やってるような人はぜひ来てほしいし、はい、それからイノシシ年の人はもうみんな来てほしいし、もちろんの、それから子育てしてる方も来てほしいし、よく静岡の方が来られてますね。あ、そうですね、はい、まあ、イノシシもあの正月の三が日あの1週間は白イノシシが来るんですよ。白いのし、ここに。白いのし。ここに生きたやつですか。生きたのは。今ですか。いや、本当ですよ。そうですか。1月の1日、2日、3日、4日、5日、6日、はい、7日まで来ます。そうですか。で白いのしですから、珍しいんでね、はい、あの、九州の方からいただいたんですけどね。はい、で、あの、天城の方で買っていただいて、あの、正月だけ買お店に来るようになってる。はい、ほんまですか。11月ですか、猪子祭っていうのがあって、はいはいはい、これ行事がね、猪子祭ありますけど、まあこうやって猪子餅っていうのをあれしておりますんで、はい、こうまあ私はまあ天皇さんの役をしてお月の儀というて5人の女房を従えてこういうでお月の儀をするんですね、はい、昔の感じにやって、あの、まあ、恐れよくも陛下の格好をしてあのそういう行事がありますね。で猪子餅中のもちょっと有名なものがあるんですけどね、はい、いやいや、いろんな話がこちらビデオの方ではこの放送からはみ出た分まで聞けて楽しかったですね。どうも、はい、いや今日はなんか分かりました、ありがとうございました、はい